はい、それでは、えー、本日の発表をさせていただきます。えっ、ー、と、えー、本日の発表のテーマは学術型の経営幹部はより積極的に ESG に取り組む,組むが経営陣の学術的経験と企業の ESG パフォーマンスに関する研究となります。えっ、ー、と、その初めに先行研究と仮説、研究方法、えーえーえー、分析結果と最後の考察。 えー、によって構成されますでまず、えー、簡単に ESG の重要性を紹介させていただきます。えー、ESG、みんなあのご存知だと思うんですが、えー、環境、社会と統治ですね。それは急速に変化するグローバル経済発展の中で、企業の,あのパフォーマンスを評価するための重要な支障となっています。さらに、の持続可能な発展の普及と、 投資家や消費者の企業の,あの社会的責任、CSR ですね、への意識が高まりによって、ESG はそのビジネスや一般の人々だけでなく、学術的なさまざまな分野でも焦点となっていますね。えーまあ、ESG への関心が高まる。 ことにつれて、ESG パフォーマンスを推進するさまざまな要因を探求することがますます重要となっています。既存の研究、既存の ESG に、あのまあ、これまでの研究にの中に、ESG に影響を与える要因に関する研究は、あのまあ、多様で複雑でなんですが、あの一般的にはその3つの研究の流れとか視点、カテゴリーを形成しています。 まず、えー、1点目をしてるの視点は ESG の重要な先行研究としての制度的要因が注目,注目されていますが、その環境規制などの公式的な要素や文化、例えば塾家とかなどあの中国の伝統的な文化、えー、そ,うそういうようなあの非公式的な要素も包ォしています。その2点目は その、えーと、正当性の概念ですね。えーまあ、正当性でも言いますけれども、合法性でも言いますけど、その企業の運営関係におけるあの、規制的に規範的、認知的な圧力、ストレスあ圧力が、えー、ESG 戦略的な意思決定を形成する上で重要であると、えー、思われます。えーとまあ、3点目は、 戦略的な視点から ESG の先行要因に焦点を当てて、企業の意思決定者の,その役割を強調しています。まあ、これらの研究は主に経営幹部の、えー、インセンティブとか、まあ、CEO の任期とか、えーまあ、人口統計学的特性、例えば性別とは年齢とはさなのがあるんですけれども、そして他のさリーダーシップ属性とか、まあ、いろんなことを調査しています。 まあこれらの視点は ESG 戦略に影響を与える要因に関する貴重な洞察を提供しております。まあ、一方はです、ね、あのトップマネジメントチーム、まあ、ここであの日本語で経営,は、えー、経営人と言いますが、えー、まあその経営人はあの企業の ESG 戦略の形成と実行において重要な役割を果たしています、えーまあ彼の。彼らのビジョンとかその専門知識とか、えー、価値観とか えー、は、組織の、えー、ESG に対するアプローチや、まあ、対応、もちろん重要な影響を与えますが、えー、既存の研究ではあの、経営人の教育的、学術的な背景、えー、つまり大学とかその研究機関、または専門,専門的な教科とか、まあ、学術的な仕事を重視、携わったことがある人、えー、そういうような人がおお持つ 人が ESG の目標の推進とか、まあ、企業の非財務的なパフォーマンスを向上させるどのことにあの、どのように貢献するか、えー、それをさらに探求する機会を,を提供しています、まあえー。学術的経験は、経営陣のメンバー,ンバーが CSG 問題を理解して、関与することを大きく支援して、その結果、 戦略的な意思決定の方向性とか効果を形成することができるというふうに思います。で、本研究は、これまでの研究で言われていなかった、経営人の学術的な経験と、その企業の ESG パフォーマンスとの関係に着眼して、ESG の先行要因に関する重要な空隙を埋めることを目指します。 そして2010年から2021年まで10年にわたる上海及び新生の各株式市場の全ての A 株企業を対象としたデータセットを利用して経営陣の学術的経験を独立変数として企業の,、えーえー、の,の ESG パフォーマンスを自由属変数とする自由回帰分析を実施しています、えー。そしてこれに これに関連する企業、あのまあ、コーポレートガバナンスデータを収集して、外部統治をモデレーター変数として、それを代理変数である機関投資家の持ち株比率が両者の関係に対する影響をも交差いたします、えー。理論的な側面では、本研究は経営研究と ESG 実践の間の新しい関連性を確立して、経営者の特性と ESG に関する理論的な枠組みを強化して企業の戦略的意思決定における経営者のバックグラウンドの影響を理解するための新しい理論を理論的経路パスを提供しておりますそして実践的な側面では本研究のその結果は特に ESG パフォーマンスを多彩的化できる経営部を選択する際の企業にとってとてもじゅ貴重な その洞察を提供して CSR の持続的な前進を促進してますます持続可能性を重視するビジネス関係での競争力を維持することに役立つと思います。そして その企業の ESG 戦略は、えー、持続可能な発展と長期な価値創造にとってとても重要で,であり、あのー、その基盤となるのはあの企業の戦略的なあのあの経営チームですね。まあ、ここでは意思決定の論理、スタイルリリスクしリ、リスク思考が戦略的なあの意思決定の効果にあの大きな影響を与える。 とは分かります。まあえー、特に有名な、えー、理論とですが、上層部理論ですね、まあ。経営幹部の背景、バックグラウンドの特性が企業の戦略的な方法、えー、ESG の意思決定を含むことに深く影響を与えると、えー、主,主張しております。まあ、具体的には、えー 厳しい研究トレーニングと批判的な思考スキルに特徴付けられる学術的な経験は複雑な問題のより深い理解を可能にしてイノベーション思考のマインドセットを育成します。これらの経験はあの短期的な利益よりも長期的な価値創造に焦点を当てて ESG の持続可能性の目標と一致しております。 まあ一方では、すり込み理論とかあるんですけれども、それはその個人やその組織が、えー、発達の過程でいくつかの環境に敏感な期間を経験すると提案して主張しているんですけれども、んまあ、これらの期間の中でにおいて特定な段階での環境的なあの特性、 えー、特徴が、えー、彼らの行動に、えー、か映像的、映像的な、えー、擦り込みを残して彼らの、えー、行動やアプローチとか、まあいい影響を与えることがある,あると思います。まあ特に、経営陣の学術的な経験が彼らの ESG 戦略へのアプローチを形成する認知的擦り込みと 能力的刷り込みを作り出すという観点があります。まあ、これらのその刷り込みは、その経営者が esg をーコーポレートガバナンス投稿して統合して、あの esg の各次元で責任ある行動活動をあの促進するのということによっと,ということに対して影響を与えます。 えー、学術的な研究を通じて鍛えられた包括的な労力、例えば、えー、問題の特定とか、そのリソースの配分とかチーム、チームのチームワークとか、協調力とかなどあるんですけれども、それはあの複雑なビジネス関係での効果的な ES 実践略の実施にも不可欠だと思います。また、あのまあ、ここで書いてないですが、 資源ベース理論だ、みんな,あのみんなぞんご存知かと思うんですが、えー、っと、アビウェイですね。まあ、それによれば、企業が ESG 戦略を効果的に計画して実行するためには、まあ、リソースと、その社会的資本、キャピタルですねソーシャル、ソーシャルキャピタルが必要だと思います。まあ学習、学習的な経験を持つ経営幹部は、えー、財務的および技術的な支援を提供する。 だけでなく、より広範,広範囲あのなその社会的ネットワークを活用して、企業の,その金融機関からの信用アクセスを向上させて、その資金調達の能力も高めることができます。で彼らの,その以前、あの大学または研究機関での役割は、しばしばその 彼らのに他の実務的バックグラウンドを持つ経営幹部とは異なる独自の,その学術的及びネットワーク、ネットワーキングのリソースを与えると思います。それに、そういうことによって、その以下のえ仮説1を導き出します。すなわち、経営,経営人の学術的経験は企業の ESG パフォーマンスに有意な性の影響を与えることになります。 えー、そして、そのステークホルダー理論、えー、多分みんなご存知だと思うんですが、えー、それによれば外、外部統治、外部ガバナンスは、企業との、えー、そのステークホルダーとの、えー、協力、調整とかを促進する重要な企業統治メカニズムですね。まあ、その透明性とか、あ透明性とか、その情報開示とか、ディスクロージャー。えー ス,トステークホルダーの参加とか責任追及などさまざ、あ、まな実践を通じてさまざまな関係者とか株主を含むですね,ねそれらの権利とか期待を効果的にバランスをとって保,保護します、まあ、特に機関投資家ですね機関投資家はその、えー、と企業投資への影響力と参加とか、まあ、まあよ,りより大きいですね、まあ、それによって 企業のステークホルダーマネジメントにおいて重要な役割を果たします。まあ、現代の,、えー、あの企業当時では、潜在的な機械主義的学あの、えー、行動や、えー、経営者の道徳的ハザードが発,あの発,生,発生するというようなあの複雑なプリンシバルエージェント関係が生じます。 えーまあ、基幹投資家はこれらの行動を監視して経営者の責任を確保して内部投資システムを改善,改善すること,にことに重要な役割を果たします。で彼らの長期的な持続可能性と ESG 要因への重点はあのあのガバナンスプロセスへの,その積極的な関与を通じて経営陣の行動に影響を与えます。で経営陣の学術的経験は あのその ESG パフォーマンスにえ影響あの、与える影響を調査するために、まあ、本研究はですね、えー、中国の上海及び新生の株式市場に上場している A 株企業のデータを2010年から2021年までの期間にわたる初,あの初期データセットとして利用しました。サンプルは えー、より練り上げるため,すために、まあ、以下の手順を実施しました。えーまあ、それ,それあの紹介を略します、まあこれこの。このようなプロセスによって、まあ、3,501社の異なる上場企業から、えー、28,858の,の観察者からなる最終データセットが生成されてバランスをンスは取れていない えー、パネルデータセットを形成しました。また、上場企業に関する他の財務とか、まあ、企業投資データとか CS、CSMAR データベースと WIND、そのデータベースの両方からしあの取得しました。あの企業の ESG パフォーマンスは、そのバージで、過,過小って言いますね。ESG 評価システムを それを使用して評価して、あの,データをそのデータはワインドデ,あのデータベースから取得しましたけど、説明変数であるその経営人の学術的経験は2つの方法で定量化されました。でまずはです、ね、経営人には少なくとも1人が学術的経験を持つかどうか。 および学術的経,験的経験を持つ人数があの経営陣、えー、で占める比率。この経営陣の学術的経験に関する情報はすべて、えー、CSMR データベースで入手からの,役あの,その経営幹部の,あの履歴、開示から、えーまあ、注意を払って収集しました。 えっと、まあ、次、そうですね。その、まあ、いろんな変数の説明があるんですよね。コントロール変数とか、モデレーター変数とか、ま、さまざまあるんですけれども。えー、そして、この公式を、けあの、まあ、もう簡単ですけれども、えー、従属変数、あの、独立変数と、モデレーター変数と、コントロール変数、そして、残差ですね。えっ、ー、と、はい。で、表2は、 この研究で使用されたあの主な変数の、えー、基,準基準統計の経過を示しております。従属変数である ESG パフォーマンスは平均値は4.069で分散は1.113であり、最小値は1ですね最大、最大値は6であることがわかります。この範囲は異なる上場企業間で ESG パフォーマンスに優位な変動があるんですね。まあ、一部の企業はまだ ESG の導入初期段階にあることを示しております。で、進め変数に関して、経営陣の学習性経験ですね。で、それぞれ0.369と0.09の平均値を示しています。分散はまはあ、両変数ともです、ね、あの0から1までの範囲ですね。 まあこれらの統計値は中国の上,上場企業の経営陣内で、えー、あの学習提験の程度,程度が異なって、あのー、比較的少ない、えー、経営幹部が学術的経験を持っていることが分かります、えー。データはほとんど経営幹部が学術機関での経験のないことを示しているの、えー、で、あのー 異なる企業間の経営陣内での、まあ、著しい多様性、ダイバーシティを示しております。でサンプル企業の企業特性に関する、えーまあ、コントロール変数も財務及びあのガバナンスの属性における変動が見られますね。まあ、これらのが違いは、これらの企業の ESG パフォーマンスに影響を与える可能性があるというふうに、えー、思っております。 まあ、階級分析を実施する前に、まずですね、まああのー、変数化の相関分析を行いました。でここで書いてないですが、まあ、結果をちょっと説明す、あのー、簡単に紹介さ,させていただきます。ESG1 位ですねで。と、経営陣の確実定経験の相関係数それぞれ0.075、0.061、まあ。いずれも優位ですね。まだあのー、全体的にはその、えー その変数間、相関関数が低いですので、まあ、この分析には多重、共戦性があ,のあんまりないということがわ、えー、かりますで。次にですね、表、まあ、算ですね、えー。研究、階級分析、えーたあの、重階級分析を用いて、さまざまな仮説を、えー、検証しました。まず、えーまあ、ハウスマン検定を用いて、 固定効果モデルまたはランダム効果モデルを使用するか、あのど,あど,どっちが使用するのか,かということを決定しました。ハウスラン検定の結果、ランダム効果の使用、仮説は強く企画されましたけど、あのそのパ,パネルデータはその固定効果モデルを使用,使用しましたで。仮説1の設定に基づいて、経営陣の学術的経験が ESG パフォーマンスにああの与える特徴 あの具体的な影響を OLS、つまり最小に情報を用いて検証し,まし検証しておりますので、そのえっと仮説1の妥当性を検証しました。評算はその階級分析の結果を見ると、であのまあ、その会社の財務,と特性財務的特性と 企業統治の特徴など、コントロール変数は段階的にあの追加すると、経営人の学術的経験がデジタル変化、イノベーションに、えー、あの与える影響があの,正のものであることが示されております。でその、詳細の2列目と4列目では、経営人の学術的経験、えーそのまあ、ダミ変数なんですけれども、 が、ESG パフォーマンスにあたる影響の係数がそれぞれ0.131と0.393ですね。いずれもピ,ピッチは有意、えー、ですね。まあ、それは学習生経験を持つ経幹、えー、部の割合が高いほど ESG パフォーマンスが高くなることを示唆しています。 この結果は、経営陣の学術的経験が ESG パフォーマンスに重要な知識構造の強化及び、およびすり込み効果を持っていることをあ,のある程度、えーま、し示しております。学術的経験に固有な学術的倫理とかその自己規律,規律の特性に基づいて、企業がステークホルダーへの,あの社会的責任、 の意識を強化して企業の環境とか社会とかそしてあのガバランス装置の実施効果をあの高めることができるというふうに、えー、思います。だから H1、AH、はあの支持されました。えー、そして経営陣の,あの学術的経験が ESG パフォーマンスに与える影響をさらにえ掘り下げるために まあ本研究ではその重力変数を測定するためのいろんな代替的な手法を採用しました。それはまあ眼点線の決定ですね。まずあの、先ほど申し上げたその過小ですね。過小、そういう機関があの評価した結果の主導再あの主導的に再評,評価を行いました。評価システムは最低点と最高点、統合され、 その、つまり C と CC、AA と AAA、再び割り当ててされて、あの割り当てされて、ESG パフォーマンスの新しい変数、それは ESG2 と表,表記しております。それが生み出されました。で表、表4ですね。1列目と2列目に示されているように、経営陣の学術的経験が ESG2 に与える影響の係数はそれぞれ、あのまあ 0.044、0.127、まあ。いずれも優位ですね、まあこれは。これは最初の,さ最初の,その,その研究結果をお付けますね。まあ、次に、えーまあ、ブルームバーグ、r、え、g、ー、有名なそのデータベースですね。でこれが、えー、開示した ESG スコアを使用して、そのページの ESG パフォーマンスのへの影響を再評価しました。 で、表4の3と4ですね。列名が示されるように、ESG の,の、その、えっ、ー、と、ESG 開示スコアに対する、営人の学術経験の影響の係数は、それぞれ0.574と2.00ですねで。いずれも有意です。そ,それらの結果も、まあ、再び裏付けますね。結果を。まあ、 つまり、えー、ESG の測定方法を変更してもあの、これらの結果の一貫性がある。で、その、あの H、1から得られたその結論の関形性をさらに、えー、つあの強化して、えー、ことい,い,いくことができます。で、さらに研究の,そのブ,ルブルンバーグのの ESG 評価に基づいて ESG パフォーマンスを環境、社会及び企業統治で3つの異なる側面に分割しました。それによって、ね、全ての,あの全てではなくてその環境と社会は優位です。で、企業統治は優位ではないという結果にはなっております。まあ、こ,のこ,ういうこの結果の可能性が、えーまあ、この結果になる可能性はですね あの経理の学術的経験に関する固有な能力、あのそのすり込みは、しばしば企業の善意と倫理的あの自己規律の向上につながって、外部のステーホルダーの利益に合致する戦略的な意識決定の測定を導くことです。あのそれに対して、コグレードガーバナンスは内部の委託者、 えー、代理人つまりプリンシパルエージェントですね、の分相とかイン,インセンティブの調整ののなどの問題に対処することに焦点を当てたんですね。それは制度的な仕組みとか、まあえー、と企業の実践として機能しておりますが、その内部の焦点から、経営人の学習的な経験はあの、企業投資の側面を改善することは、あんまり明確ではないかなというふうに、えー、思います。 で次にですねで、研究では、その都市、えー、シティですね、の異なる地域が ESG にあたる全体的な影響を協力して、えー、コントロール変数に取り組みます。これらの要因は、えー、都市、都市ごとに変化していない、えー、変化しないため、えー、ESG に影響を与える可能性があります。従って、その、 コントロール変数に時間と産業の固定効果を含めるだけでなく、まあ、これらの研究ではさらに都市の固定効果を取り入れて、1を再検証します。まあの表6の1と 2, 2列目の結果はですね、まあ、その係数,係数は全て有意ですね。3、4も有意です。つまり、このけ研究結論が有効であると。と 分かりますでさらに中国の、えー、での,の ESG システムの発展と ESG 評価の開始に対する影響にたとして、えーまあ、年あ2015年にそのあの中国のシャンダオ・シャンダオ・グリーン・ファイナンスという機関ですね、まあ、最初の ESG 評価レポートを公表したんですね。それを考慮すると、この事件は、えー、あの経,営経営人の学術的経験が その ESG に対する影響のバイアスがあるという検証効果を引き起こす可能性があると判断します。これに基づいて、あのサンプルはそのその2015年以前と以降ですね、それは2つのサンプリング、えー、サブサンプルに分けられています。まあ、それぞれ別々再検証しました。で表7、1と3は以前ですね、以降ですね。 で、えー、2とその4は以前ですねで。全ては有意なんですので、この関係性が再びおらけました。えっ、ー、と、経ーの学術的経験と ESG パフォーマンスの間に、その総合関係、総合の因果関係とか、その変数の欠損とかあの、サンプルのバイアスとか、さまざ、あ、まな要因から生じる可能性が、その内政性の問題があるんですね。 <coughs> それに対処するために、<coughs> な本研究はその、まあえー、あの操作変数法です、ね、を用いて、えー、それを、えー、検証します。で具体的には、ね、産業地域全体での経営陣の学習的経験の平均値、つまり、アクデミア M ですね、m n ですね、を操作変数として仮説1を 2段階の最小2情報、2LSLS を用いてですね、あの検証しました。で、表8の2から3あ示されている結果が、経営陣の,あの学術的経験が ESG パ,パフォーマンスに優位な性の影響を維持することがわかります。その検証の第2段階では、その経営陣の学術的経験が ESG パフォーマンス、つまり えー、ESG1 と2ですね、に与える、えー、影響のケースはそれぞれ0.44、えー、0.147ですね。それは全て有意です。つまり内政性問題を考慮しても、その結果が眼見である、依然として眼見であるということが示されています。で、本研究はですね、えっ、ー、と、やっぱりその経,経営陣 け経営陣の学術的経験と ESG パフォーマンスの関係における外部投資の,あのさらにですね、モデレーター公開、つまり右の,その表ですね、考察、えー、も、えー、しました。焦点はですね外部ガバナンスが学術的にその促進するですね、えー、ESG パフォーマンスを促進して向上させて、ねえー、その、えー、監督 効果を強化します。ESG 戦略の的な意思決定における短期思考や機械主義的な傾向を緩和して、その企業による持続的な ESG 実践を促進できるかどうかを確認することです。このために研究では、その本研究では、その経営陣の学術的経験と機関投資家 その全ての保有の比率、持ち株比率、自然体数の総合作用を検証しました。また、あのその眼検性とか、まあこういうえーと、その総合,総合作用です、ね、を検証しましたで。全て有意であると。わかります。つまり、外部投資が経営陣の学術経験のコンテクストで、ESG パフォーマンスの向上に積極的な影響を与えることが 示されますで本研究は経営陣の学術提携の影響,影響の下においての,の ESG パフォーマンスの経済的価値を評価するとともに特に経営陣の学術的経験と企業のグリーンテクノロジーイ,イ,イ,イノベーションとの関係における ESG の媒介の効果を探るためにその調査を拡大します。 本研究ではそグリーンの特許ですね。出願のソースの自然体質。i n a p p グリーンと緑の,そのグリーンの,の特許素よ、ソースの自然体質を用いて、グリーンテクノロジーイノベーションを定量化します。で媒介効果のオートテストの表標準的な定義に従って、 と分析から重要な発見が明らかになります。で、表、1要ですね、えー。1、2、列目で、ね、示されたように、で全てその優位な性の影響を示して、えーまあ、回帰ケースもそれぞれ、ね、あるんですけれども、まあ、特に、えーまあ、そのグリーンテ、えー、クノロジーイン、イノベーションのパフォーマンスを検討 検証する回帰モデルに ESG1 と、えー、経営陣の学術的経験の両方を含めた場合、えー、経営陣の学術的経験の回帰ケースはそれぞれ、えー、まあ、低下しました。このような低下、カーは ESG の有意な部分的媒介効果を示しています。えー、と まあこれらの結果、その学術的経験にも基づく ESG の役割を強調し,して、その企業がグリーンテクノロジー・イノベーション戦略を開発して実施することに,ことに対して役,役に立つと、うん、示しております。はい、え次はです、ね、あの本研究の結果を、えーまあ、簡単に紹介させていただきます。 えー、まずですね、その刑事の学術的経験とは ESG パフォーマンスに優位な影響を与える。それ内政性問題を考慮しても関係性がある。えー、そして刑事の学術的経験は ESG に対する優位、えー、な性の影響。えー、主に環境と社会的パフォーマンスに表れている,るんですが、企業統治にはあまり優位、えー、ではないですね。それは先ほど、えー、紹介した。 させていただいたように、学術的経験による能力的刷り込みは、ね、やっぱり外部のステークホルダーに,に沿った戦略的意思決定を行うことに対して、内部ですね、そのコープレートガーマナ,ンガバナンスは内部のプリンシバルエージェント問題を解決して、インセンティブのごごご制約を緩和することを目指しています。だからその その学習提携経験は、経営幹部のサステナビリティの認識と倫理的意識を向上させる一方、企業内のプリンシバルエージェント問題を改善しにくいというふうに思います。そして、で経営人の学習提携経験とその両者の関係は外部ガバナンスによって強化されます。えー、さらに、 その ESG、その経営人の学術的経験をもとに高め,れた高められた ESG は企業のグリーンイノベーションのパフォーマンスをさらに高めることができます。で、最後はですね、で、経営人の学術的経験が ESG パフォーマンスに対する影響の大きさは各状況の間に一質性,性が存在するということが分かりました。で、具体的に言うと高い市場化レベルで、えー 小なり低い市場化レベル。つまり、あのまあ、市場化レベルというのは、degrees of marketization は市場経済へのそのけ経済の、えー、転換の程度ですね。で、うんそ,そして、その影響は製造業。 えー、の大きさは小なり非製造業ですね。えー、だ,だけど、国有企業の場合は、えー、非国有企業の場合よりもその影響が大きいということになります。はいえー、次はあの、貢献を紹介します。えー、本研究は、その貢献、まあ、主にですね、 えー、学歴と ESG の関係、研究のギャップを埋めることと、今後の、えー、と研究の方向を提供するということなんですけれども、まあ、具体的に言うと、えー、まずですね、その経営陣の経験に焦点を与えることで、ESG パフォーマンスの調査範囲を広げて、年齢、性別とか学歴となる人工的な、人工統計学的特徴の従来の分析を超えてもらっております。 で本研究はです、ね、経営陣の学術的あの経験があの彼らの個人の,その、うん、プロフィール、えー、の一側面に過ぎないだけでなく、ESG パフォーマンスの重要な、えー、決定要因であると、えー、検証あの実,実証することで、そのの既存文献,文献の上での重要な空撃を埋めることですね。であのそして えー、この研究は、経営幹部の価値観とか認知プロセスとか、えー、意思決定戦略への学術的経験の影響を掘り,上げ掘り下げて、えー、おります、えー。このアプローチは、経営人,の経営人が ESG に関連する、えー、意思決定をどのように進めるかということについて。 微妙な理解を提供します、えー。分析に追加の財務及び企業統治データも含めることで、これらの変数、総合作用、えー、総合作用を理解すること、理解する私たちの,の理解をさらに進化しますね。あのー、こ,のこのような包括的な検討によって、経営管理の特性と ESG パフォーマンスの関係の知識,知識を進展させて、将来の研究に、えー、と新しいアプローチや枠組みを、えー、提供とか。 まあ、開いていくというふうに思います、えー。まあ、実践的なインプリケーションもあるんです。様々あるんですけれども、まあ、特にその企業の戦略的意思決定を形成して。えー、企業の、あの、コンプレートガバナンスメカニズムを、あの、磨くための重要な、ええー、資産を提供します。 まあ、企業戦略の観点から、経営人メンバーの,その学術的経験は、えー、企業の ESG パフォーマンスに大きな影響を与えることでだけでなく、そのグリーンの競争力、えー、と戦略的な俊敏性とかとも密接に関連しております。まあ、かんそのブランディング効果んですね、まあうん、学術的経験を持つ経営幹部が、えー、特にグリーンの,あの グッ技術革新や、えー、持続可能なあ発展の分野でそのあの企業の環境及び社会的責任の改善を推進する傾向があるということを、えー、示しております。このけ影響は企業の地,あの地理的位置や、まあ、産業特性などの要因によって修再修正されてあのこれらの側面がイエス・戦略の実クにおいて重要であると強調して おりますその経営幹部採用の観点から、えーま、潜在的な候補者に、えー、学術提経験を優先することは企業の ESG パフォーマンスと、えー、持続可能な、えー、発展における、えー、立場を著しく向上させる可能性があります。ましかし、えーま、経営陣の学術提経験が持続可能な認識とにあの倫理基準の向上に寄与すること 一方で、内部の所有者、えー、あのプリンシバルとかエージェントのジレンマを包括的に解決する可能性が、えー、ちょっとあ,のあんまりないですね。えー、と外部統治に関して、その研究では本研究ではあの、機関投資家が保有する株式の比率など構造が、あの経営陣の学術的経験と、 ESG パフォーマンスの環境を積極的に調整することを発見しました。まあ、このような結果からその外部ガバランスメカニズムがその学術的経験の役割を ESG パフォーマンスの向上に効果的に増,あの増強することができるというふうに示唆します。うんまあ、なので企業は 外部投資構造を最適化することを目指して、持続可能発展に対する長期的な視点を持つ機関投資家を引きつけて、関与させることにあの焦点を与える必要があると思います。さらに、まあ、その発展途上国ですね、まあ、中国のような政府は、e s g 持続可能な投資を支援する資本市場を 積極的に育成して ESG プレモワークとあの機関投資家の株式保有システムの両方を改善することをあの励ます。うん、しょ省略、ね、されますね。まあ、これらの、えー、取り組みによって機関投資家が ESG 戦略に焦点を当てた、えー、企業に向かう方向に、えー、その誘導されて、えーうんあのまあ、資本市場の潜在力が ESG に焦点を当てた、えー、戦略を、えー、促進することができると思います。まあ、さらに、えーと、異なる地域とか、まあ、産業とか、および企業のタイプとか、例えばさっきの,あの国有企業、非国有企業とか、民営企業、外資企業などですね、まあの間であの企業の,あの,あの,あの、えー、学術的経験が ESG パフォーマンスに対する影響が変わる。 変わっているということを認識して特に、うんうんうんまあ、特定,な特定の,そのシナリオに合わせた、えーまあ、カスタマイズされた戦略がますます求められるようになりました。まあ、この研究もちろんさまざまな側面、ESG さまざまな側面 とその経済的価値に対するが経営陣の学術的な影響に焦点を与えられますが、まあいずあの、いくつかの,せあの限界も、えー、あると思います。えー、まずですねあの、はい、時間の関係ですけれども、まあ、簡単に説明します。その本研究は寸計関係に限定しているんですが、その これからの研究は非,非線形性と相互作用のさまざまな要因を取り組み込むことを検証していくことが認めあの必要です。そして本研究は長期的な影響を十分に与えることができないですけれども、今後の研究はその例えば遅延効果とかそのそのを通じてこの影響の属持続性を検証する。で さらにですね、本研究はその外部ガバナンスの測定とか、もう機関投資家の持ち株の比率だけを申したんですけれども、ね、今後の研究はですね、まあ、あのより包括的なで信頼性の高いデータを採用して、異なる方法を,方法を組み合わせることによって、えー、研究の信憑性と汎用性を高めることに、えーえー、努力していくと思います。はい。えー、これは

I need to say something. Uh. uh okay. I'll, I'll speak in, in Japanese now. to, uh, yeah. uh, お面白いです。あの実は、ト先生と、うん、去年の8月で東京のかけて出会いましたね。この発表も一回、えー、聞かせていただきました。あそして、ト、えー、先生の個人情報について、さっきのご紹介は急に呼ばれましたので <laughs>、準備不足でした。<laughs> ほあの補足で追加情報を述べさせていただきます。うん、先生は の今、の先ほど自分もおっしゃった通り、東,京大学東,東北大学から博士を取得して、同大学の博士、研究員も得て、 2022年に聖火大学、中国の名門大学の聖果大学経済管理学院のアシスタントリサーチャーを務めていることになりましたよね。はい、そして東北大学の大学院経済学研究科の客員研究員も務めている情報です。以上は補足情報です。そして Uh, 前回、去年の <laughs> 学会では、一回この発表は聞い,た、うん、聞いたことありました。Uh, 今日はまたグレートアップ <laughs> した気がします。とても素晴らしい発表です。Uh, <laughs> であの今日は実は初めての EJ セミナーの、uh, 2人の若手研究者による 発表という形で言いちゃいかはのなもう新しいあのチャレンジ <laughs> コみですあのいい、えー、と、うん、先ほどのドクターバリアの、うん、発表とも当選前の、うん、発表とも、うん、とても素晴らしくて、うん、あのこれからもお互いも感想とかコメントも彼、うん することもあのお考えいただければ <laughs> と思います、えーえー。以上はこれまでの,あの情報の補足と,あと東先生との付き合いの経緯です。これからは、あのえー、本発表に対しての,あのコメントと感想ですね、2つ述べさせていただきます。1つ目は、 うんあの発表の中で結構肝心な説明変数がありまして、それはあのが経営幹部のあ学術的経験、えー、ということですね。それはあ学術的経験の具体的な定義について、もう少し詳しく説明していただければあのー、と思いますね。あの えー、関連して2つ目の質問も、えー、先,先に述べさせていただきます。あの実は、うん、最近、えーと、中国、特に中国が、うん、学歴の過剰に学歴、過剰的に学歴を求める傾向があの注目されております。うん うん、そしてこの経営幹部はあの学術的経験を持って、えー、企業のイエス値に寄与するのがあのいいことではありますが、えー、もしかしてその中、えー、学,術学歴のミスマッチとか学歴の過剰な、うん、投入とかそういう、うん、ことも懸念されている でしょうか先日の,のご考えを、えー、聞かせていただければと思います。よろしくお願いします。はい。えー、っと、えー、なんだなさ、さっきの、えー、まずですねそのい、1点目の問題を紹介あの、回答させていただきますけれども、 えー、まず学術的経験は、ここの,あのパーパントで書いたように、実務的な仕事とは異なって、大学き研究機関、または専門協会内で、えー、学術的な仕事、つまり教職とか研究職、まあ、多分ん、えー、先生の方々が、まあまあ、そ,れそれのような範囲なんですけれども、そういうような経験あの仕事に従事したことがあるという人ですね。 で、そして経営陣ってつまり経営,あの経営陣の,そのメンバー、経営幹部はどういうふうに定義するのかということについてですね、取締役、代表取締役、これを除いて実際にこの企業を営む、経営するという方、えー、それは経営幹部と、えー、この研究で定義しております。あ、いいでしょうか。 これはあの個人で、えー、データベースにその情報が入っていますかああそれはさっきの定義は先行研究で、えー、とあの他の先行研究でそういうことを定義しました。でああ定義じゃなくてあの、うん、データベース上でこういう、うん、経営者の うんあの学術的経験は自己申告ですかあるいは、えー、どこか。あ、違う。うはい。<coughs> それさっきの、えー、どういうふうにその。えー、ちょっと待ってくださいね。ここですね。これは、でど,うどういうふうにその。 学術的経験のデータを入手するかということなんですけれども、うんえとそ、そういう学術的経験がある人で、そのデータとか書いてあるんですけれども、データベースで。あはい、はい、わかりました。はい、そのデータを取って、はい、そういうようなあの、まあ、基,準とし基準に沿ってデータを収集しましたということで。 そして具体的な学歴とかはわからないということですよね。え、まあ、学歴自体がわからないですけど、その学歴の、うん、うんその。うん、経験があるかどうかは書いてます。わかりました。はい。でそして比率のそはすべての中でそうそう、そう人数の中で、どのぐらい示しているのかというのもわかりますね。計算できますよね。はい。はい。 しはいはい、そして2点目の問題は、それ確かに、まあ、多くの <laughs> 学歴過剰の問題、学歴ミスマッチの問題ですね、多くの人々が、ね、懸念している課題ですよね。<laughs> まあこ,れからこ,れこれらの問題は、まあ、社会がますます行動化していく中で、その学歴だけなく、実務経験や、まあ、技能も重視されるようになって。 どどんどん深刻化してああのになりますね、まあ、そのために、えー、と教育システムや雇用システム改革が、まあ、とても必要だと、えーえー、思いますけど、まあ、例えばあの今の,その実践的なスキル重視した教育プログラムの導入やあの企業と教育機関の えー、連携強化など <laughs> 考えられますけれども <laughs>、また、あまあ、個々の学生や労働者も、まあ、自己啓発とかあのスキルの習得に努めることがとても重要だと思います、まあ。これらの取り組みが進められれば、学歴過剰やミスマッチの問題を解決して、よりあの効果的な人材の活用が促進,促進されるではないかといでしょうかというふうふに、えー、思います。<laughs> Hey, hey, like, mm -hmm. Sorry, uh Sorry, I think like we only have four minutes, and we still have like two questions from Yao Sang and Komatsu san So probably like uh, Komatsu Sang, can you can you uh, unmute and ask Yu Ju san Sensei? Ah, okay. Ah, then Hi, ちょっと時間があまりないので、はい、簡単に2点ちょっとお伺いできればと思います。はい。まず1点は、あの、ベースは固定効果モデルということで、えっと、その、えっと、学術的経験の推移ですね。この過去10年間で、えっと、結局固定効果モデル使ってるということで、こう、えっと、最初は経験がなかった企業が、えっと、あるようになった。 その、まあ、推移みたいな、こうグラフとか、まあ、直感の口頭での説明でもいいんですけど、どういうふうに変化したのかっていうのをちょっと聞きたいと。あえっ、ー、と、ちょっと、ちょっと、えっ、ー、と、えーもも、もう一回、ちょっとすみません。あのそそ、データの何でしょうか何でも固定効果のな何でしょうかえっ、ー、と、過去10年間で、こう、 各企業があの学術的経験を、まあ、取り入れてきたその推移みたいな状況の変化です。そういうのが知りたい。例えば<ー>2010年から2021年までの中でこどういうふうに。あ、そう、それうん、まあ確かに、うん、面白い問題ですけど、えっ、ー、と、まあこの研究をやって、 たときにそのデータそのままその中国のいろんなデータベースがあるんですけどそ,れはそのままあのダウンロードして <laughs> 分析すれば大丈夫なんですけれどもそのスイートあのど,どこまでピッチになるのかというのがちょっと、えー、まあそれはちょっと、えー、まあスイとそういう図とかあのあ、まあ、変化みたいなそう,そうですね 変化、は具体的な変化、ちょっと今の段階、私個人がわかんないですけど、と、えー、もあの2015年、先ほど紹介したように、シャンダーグリーンファイナンスという CSR レポートがあの出すというあの前の時点と後の時点とかあるんですけれども、それ両方とも ESG の変化はあんまりないということがその分かりますので、あはい、多分多分安定な、その穏やかに、そ,の <laughs> そうですね、そういうことにあると思うんですね。あ,ありがとうございます。それは ESG 自体ですか えー、それとも、えー、あの、あの、えクターコマツが聞いているのは、あの2つの説明変数、メーカーとレイテカー、この2つダミ変数の、過去年の推移、うんはい、をしあのし示す図ある表があれば、まあこれはデータは簡単に作れますから。<laughs> うん、彼はい<れ>は聞いてると思います。わかる。はい それは、はい、もちろ,ろんですね。あの、これを、まず、あの、収集した、すでに収集したデータをちょっと、うんうん、その、可視化するの,の,のは大丈夫だと思うんですね。今の段階はちょっとわからないですね。はい、あ、すみません。じゃあもう一点、あの、表記のところ、あの、交差項の結果のところなんですけれど。あの、何ページですか あっはい四、十六ページですか十六ページはいはいそのえっと説明えっと一列目説明変数と LNIO は、えっと、両方ともマイナスです。よね号、えー、あ、これですかあ、そうですね。えっと、ちょっと待ってください。あ、これはあ、すいません。これは、ズレですよ。実はこれです。すいません、でした。実はこれです。 あえっ、ー、と、まあ、それあにしてもですね、はい、その、交差項はプラスになってますよね。うん、それと、その説明変数のその、の説明解釈明。解釈っていうのは、えー、一般的には、その、モデルの効果を解釈する際に、えー、主にその総合効果のそのケースを見,見るんですけれども、その説明変数自体が、あの、 その自体がもし、単、えー、回待機分析を行う際に、多分この結果にはとは異なっているかもしれないです。うんはい、で、それを総合して、総合効果を見るときに、まあ、今の,その,その説明変数はマイナスにはなっているという可能性があるんですけれども、であの別,のあの別の分析になると、その 分析を行うと、まあ、今,今同じけ、同じ結果にな,なっているかというのを、やっぱり疑問を投げますね、うんはい。それをやらないと分からないですけど、何を知りたいです,ですかあその、まあ、この表記の結果を見ると、まあ、相互作用はプラスの符号にはなってますけれども。 もともとの説明変数との関係、それをこの交差法の部分を考慮した上で、全体的な効果ですあ。そうですね。やっぱり、あの今こ、これは、機、えー、間投資家の持ち株比率ですね、は ESG に対する影響。も,も,もし、これをあ、えー、違います。これ,これ,を,、うん、これを単,単に あのこの2つ、両者の関係を,のを検証すると。あまあ、必ずしも同じ結果にはなっているとは限らないですね。うん。そうですよ。はい。それ、もう、はい、興味があれば、これ,これを,をあの検証した結果を、うん、し,し,ますし,してもいいんですけど。ややはい。 はい。はい。Thank you very much. I think it's over time now, so probably I will just close the sections. But after that, Yao san can ask questions to do you, Sun Sensei? So, thank you very much for the presentations.